パーツの形、厚み、カラーの変更と削除。編集、パーツ編集から変更したいパーツを選びます。パーツが増えてきて選択しにくいときは、カメラモードにしてタッチしやすい角度にしましょう。 変更したいパーツを選択できたら、形変更から立体の形を変更したり、えーっと、うん、厚み変更から、 立体の厚みを変えたり。うーん。と。ふむふむ。カラーから色を変えたりできます。 不要なパーツの削除もできます。ラインや模様もこの手順で削除できますが、シールのみ編集、シール編集で削除します。詳しくはシールの編集動画でお伝えします。イメージ通りになるまで編集を行いましょう。